学校法人湘南高科大学湘南高科大学湘南高科大学附属高等学校湘南高科大学附属高等学校は神奈川県藤沢市辻堂西海岸一丁目に所在する私立高等学校湘南高科大学の附属学校であるかつては工業高校であったが2020年現在は普通科のみで進学アドバンスコースセレクトクラス 進学アドバンスコース、進学スタンダードコース、技術コース、体育コースの5つのコースとなっている。小校、小校大、小校大付属などと呼ばれる。神奈川の高校の中でも非常に運動部の活動が活発な学校の一つである。卒業生の中にはオリンピック出場選手を輩出している。それらの部活で活躍するほとんどの生徒は、 体育コースと呼ばれる部活動を中心に授業を進めていくコースに属している。体育コースは中学時代に各部活動で優秀な成績を収めた者が推薦入試の形のみで入学することが可能。男子水泳部は全国総体で5回、女子水泳部は2回総合優勝を果たしている。卓球部は2008年に県総体優勝。2015年。 全国総体出場50年連続50回目。テニス部は2008年に全国総体優勝を2年連続で達成。2009年に第31回全国選抜高校テニス大会で優勝した。体育コースは剣道部、サッカー部、水泳部、体操部、卓球部、テニス部、バスケットボール部、ハンドボール部、ル部野球部、ラグビー部、 陸上競技部、短距離、中距離、長距離、ニュースポーツ部の部員のみが所属することができる。生徒の大半は神奈川県内に在住して通学しているが、上記の体育コースには県外からの生徒もいる。近年は学業にも力を入れていて、2015年度より特進コースが廃止され、代わりに進学アドバンスコースセレクトクラスが新設された。また、付属元である 湘南工科大学への進学を目指す技術コースが新設された。2016年度より進学ベーシックコースが廃止され、進学スタンダードコースが新設された。ありがとうございます。